こんばんは。はい、というわけでですね、こんばんはです。9時から合ってるよね。9時からもうなんかもうみなさすぎて合ってんのかってなんのか分かんないよ。今日 AKB サマステ出たんですね。めっちゃ汗だく。みんなまあでも確かに今日は汗もだし雨もだし、なんか湿気がすごいことになってそう。なんかベトベトモワーンみたいな。もう今日本当にやばい。なんかマジで頭痛かったもん。最初汗雨、あ朝雨降ってたじゃないですか。そうだからなんかベトーンみたいな。それがねすごくねダメでした。ね、それでライブだったらやばそうだね。でもうちらの7日のティフもう外じゃん。絶対汗やばいよね汗やばそう。なんかちょっと途中で水分補給しないとマジで Oh my god ってなりそう。しかもさ12時ってさマジで太陽さんさんすぎん。それでもアイドルって汗かいても綺麗な顔、顔綺麗だからすごい全然綺麗じゃないよ。もう汗汗汗だよ。全然もう汗やばめみたいな。でも乾燥冬とかだと汗かいたらいい感じになる。うち乾燥肌なんですよ。だから冬とかってメイクするじゃん。で私結構マット肌が好きでマットに肌をするんだけど、まあ、ちょっと若干乾燥した感じになるんですよ。でも汗かいたらいい感じに保湿されてめっちゃいい感じになるの。逆にね、もはや逆にね、なんかいい感じな保湿になるんですよ。まあでも私たちの汗は綺麗ですからね。ね、みんなめっちゃ前髪とかやばいわ。もうみんな前髪がたばたば、めっちゃ束感、自然な束感。すごいみんな自然な束感が出てるよ。すごい自然の束感だ。でも汗はいいことよ。デトックスデトックスデトックス。やっぱデトックスだお。デトックスだお、デトックスだお。見てかわいい二頭身、ゆるキャラな鬼滅。汗で味付け海苔みたくなった前髪は嫌いじゃないです。どういうこと？味付け海苔？
そんな見た目にならんでしょうが。味付け海苔、確かに味付け海苔はめさめさ美味しいけどもさ、めさめさ美味しいけども、胡蝶さんとは煉獄さん、あ、なんかこれはこういう質感わかる、こういう質感、なんて言うんやろ、なんかザラザラした質感、なんて言うんだろう、ツルツルじゃない質感。いろんな味付け海苔があるからな。だってまあそうやけどもさ、そうやけどさ、どっちかっていうと刻み海苔、まあ確かにね、束感あるからね、確かに汗かいて束感がない人、え、やばい、可愛いもの同士、むいちゃんとなんだっけ、ねずこ、むっちゃ鼻むずむずする、やばい、うん、花粉が。そう、うちわにある質感だね。あ、そうそう、あのなんてちっちゃいうちわ、人の絵が描いてるちっちゃいうちわみたいな質感、そう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 。あ、ちなみにここにあのストラップさせるやつです、これ、見て、かわいい、カンラジちゃんかわいいに、光沢がそうそうない感じ、あ、派手派手だ、私の推しだ、私の推し、そう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 、頭がジグザグですよ、だって可愛いでしょ、まっすぐよりジグザグの方が可愛いからさ、ジグザグの方がいいよ、みんな、みんな頭はジグザグの方がいいよ。赤ぶった、ジグザグザグザグ、ジグザグにする髪の毛がないです。まあ確かに単発だからね、単発だからね、男の子はなかなかジグザグにはできないでしょ、かわいそうに、となんだっけ、俺は俺は俺はだじゃん、早く鬼滅のアニメ始まらないかな、むいちゃんとみつりちゃんの辺、それな、それな、ジグザグにしてみようかな、だっていいやん、してみなよ。あ、あ、私の推しサネミ、イエーイ、ちな、私の推しはこの2人です。プラスサビトが好きですけど、最初あのサネミは好きじゃなかったです。なんでかって言ったら、可愛いねずこちゃんをもううにゃーってやっちゃったからすごく嫌いだったんですけど、でも最終的に全部読んで、完結まで読んで、もういいやつでした。そこは許せなかったけど、最初は許せなかったけど、あ、見て、かなおちゃんかわいい、かなおはかわいいものって、かわいいけど、最終的にね、いいやつでしたよ、本当に。ねずこ死なんけんやん、そういう問題じゃないでしょ、自分の大切な仲間は死なない、死ななくて、でもめった雑誌にされてるのとか見てみ、嬉しくなくない、そう。さっきさんま御殿に関さん出てた、出てた、嘘、そうなの、見てなかった、これ何種類なんだろうね、わかんない、嬉しい、ゆりなさんの紹介のおかげで鬼滅が好きになって漫画も全巻集めたよ、だって、ほんと、なんかさ、さ、そうやって言ってくれるファンの人がさいてさ、すごい、あ、炭治郎、あ、出たか、すごく嬉しい。なんかゆりなちゃんが面白いって言うから見たんだけどみたいな、面白かったよみたいな言ってくれる人がさ多くてさ、もうゆりなちゃんはさ本当にさ、
嬉しくて泣きそう。え、声優さん係で結構出てたの？うわ、めっちゃ見たかった。最悪、ショック、知らなかったよ。おすすめどんどん教えてください。でも今めっちゃね、私が面白いのはやっぱりそれあれだよ、組長娘と世話係だよ。あれマジでおもろいから好きですね。あれ好きですね。あ、ここに来てやっと出ました。じゃーん、富岡さん、義勇さん出ましたよ。義勇さんはりんちゃんの推しですね。もう一人しか出ない人もいれば結構かぶりましたね。そうそうそう、ボルトはちょっといいですね。ボルト見るんだったらナルトもう一回見たいかなって思っちゃいますね。まあ何でもいいんですけどね。まあそういうふうにも思っちゃうよねみたいなね。わらわらみたいな。あ、そう、りんちゃんもさね、コロナになったじゃん。ピーターパン中止なんですかね。じゃあやっぱそうなると、りんちゃんの前からもう中止になってたんだ。じゃありんちゃんはもらっちゃったんだきっと。そっかそっか、どうなんだろう、大丈夫かな。エイトの日が心配で。いや、それな、今なってるメンバーはそのエイトの日には間に合うじゃないですか。ただこっからなるメンバーですよ。今日26でしょ。いや、もう私本当にもう毎日ハラハラドキドキ、なんかサバイバル生活してるみたい。1,2,3,4,5,6,7 継承で7日間なんですよ。だから7日間だと 1,2,3,4,5,6,7 8月入ってなったらもう終わりですね。でも重症の場合はそれプラス10日なんで 1,2,3 なんで、もうそうですね、ぶっちゃけもうこの後なれば正直もう間に合わないですねこれは。もう今日、明日からなったとして間に合わないですね。ダメですね無理ですね。8月からレッスンがほとんど始まるんですよ。8月からそのいろんなイベントの、それこそティフのレッスン、ティフはもう地起こしだから、まあ、合わせのレッスンだったりとか、あとエイトの日の振り入れとかぼちぼちやってるんですけど、基本的にその8月入ってからブワーってもう一日何曲もやる感じなんで、もうそこでなったら終わりですね。人もめっちゃ集まるんで、そこでもらったらもう出れませんね。ほんとみんなも気をつけた方がいい。もうめっちゃ気をつけてる。もう何でもかんでもみんな拭いた方がいいよ。
私はもう何でもかんでも拭いてます。除菌アルコールのウェットティッシュとかで、まあ携帯は絶対に、まあ AirPods だったり鍵だったり、あとはあのパスモとかだったり、カバンも拭いてます。でも拭けない素材のって布製のさ、なんかさこういうさ布製のって拭けないじゃないですか。まあ拭いてもいいんですけど、拭けない時はなんか光のさ消毒のやつあるじゃないですか、知ってますか。なんか私これ使ってるんですけど、これあの光であのここをスライドしたらこう出るんですけど、光があるんですよ。それをこうやって除菌するみたいなやつがあって、でこれを私はもう去年一昨年かな、紫外線かなちょっと分かんないんですけど、あの流行った時、もうコロナが流行り始めた時にお母さんが買ってくれたんですよこれそうだからどこで買ったのか分かんない、でも多分ネットとかで調べたら出てくるんじゃないかな。これお母さんが買ってくれて送ってくれたので、私はもうそれを使ってます。そう、そうなんかこういうのでさ、消毒っていうか、もうこういうやつってあるじゃないですか。だからなんて言うんだろう、やらないよりかやった方がいいなと思うので、こういうのも使ってます。これであのあこう拭けない素材のもの、まあ私もう何ならこういうのでも拭いちゃうんですけど、まあでもこう拭けないものとかにはもうこれでこうやって光を当ててやってます。でもそれぐらいだからめっちゃ気をつけてて、そうもう2年前ぐらいからこれ買ってもらって、そっからもうずっとやってるんですけど、でまたなんだろう、はそう去年の今これもやってたんですけど、まあもらっちゃったし結局、そうなんですけど、今年もね活躍してもらってます。この人と除菌ウェットティッシュ、除菌ウェットティッシュはマジで使いまくる何でもあの含んで、そうめちゃくちゃ使ってます。やっぱり仕事上人にもめっちゃ合うし、まあ、ライブになるとマスク外さないといけないし、レッスンの時はマスクつけてるけど結局絶対もらうんですよ、現にもらっちゃったので。で電車にも乗るし、なんでも気をつけて、そんなことはないので皆さんもおすすめです。これおすすめです。これでこうやってやるのとかすごくおすすめ。こういう拭けない素材のものとかはちょっとこういうの一手間ですけど、ちょっとやるだけでもしかしたらっていうのもあるので、まあ、帰ってきたらとりあえずすぐ風呂ですね。風呂に入りましょう皆さん。帰ってきたらもうすぐお風呂です。昼だろうが朝だろうがお風呂に入りますでもう髪の毛がもし間に合わなかったらとりあえず体だけ洗って、顔だけ洗って、髪はくくるくくってショールームして、その合間にお風呂に入りますぜひぜひ見習おうと思った。嬉しい。エレベーターのボタン自分から押さなくなったから困る。あー確かにね、確かにしたくないよね。私携帯でめっちゃ押してるこうやってなんか結局これ除菌するし、そのなんか場所場所に行くときに除菌しちゃうから、そうそのなんかエスカレーター乗るときとかこれで押しちゃうことが多い。携帯で酔ってこうやって携帯でピッて、あとでその事務所に行くときとかもこれでこうやって押して、事務所着いたらこれあの除菌シートで拭いちゃうんで、そう
あ、本当？携帯のツイート初めて聞いたなんて、マジ？お手本にします。いや、これが正しいか分からんですけどね、ちょっと触りたくない人は。まあでも結局ね、そのなんて言うんだろう、触ったとしてももうすぐ手洗うんで、もう別にいいと思います。なんか押さないといけないところとか、あ、もう、まあ、手で押して、まあ、後で除菌スプレーとかめっちゃかけて、で、あの電車乗るとか、なんかそういうのでもいいと思います。第二関節、あー、それもあり。あー、鍵で押してるだって、あー、確かにそれもあり、それもありですね。え、潔癖症じゃないですよ、私全然潔癖症じゃないですよ、全く全くですよ。あ、でも超気になるとこは超気になります。確かに変なところ潔癖症ですかね、結構。でもコロナ始まる前とかからも手は絶対洗いたいタイプの人間でした。そう、全然コロナが流行る前とかか、まあ、あとインフルエンザが流行る時期とかはもう絶対アルコール消毒持ち歩いてましたもん。うん、でもめちゃくちゃズボラですよ私全然ズボラ、全然ズボラです。でもなんか確かに靴履いた靴下では家の中歩きたくないです絶対脱ぐもん、やだ。脱いで履くなら違う新しい靴下履く。R1 のイメージ、 R1 毎日飲んでるよ。まだもうずっと飲んでる R1 もうずっと R1 飲んでる。マジで R1 の出費やばいよね。 R1 高いじゃん、あれさ、毎日飲んでるかさ、もう R1 代の出費は確かにやばいかもしれないそう、でももうあれはなんか飲んでるといいって言うから、もうそれを信じて飲み続けてますそう、毎日ね飲んでます。え、靴下わかるでしょ。あー、ヤクルトか。ヤクルトはしてないですね。ヤクルト1000が飲みたいけど売ってない。え、めっちゃ人気らしいよね。そう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 、わかるわ。めっそわかるわ。R1 はマジで良き、論文も読んだ、だって。え、めっちゃいいんだって。めっちゃいいんだって。え、R1 ってさ、日持ち割とするから安くなってることとかあんの？あんま見たことないんだけど、R1 の安売りしてるところ。やっぱ見ないよね。そうだよね、見たことない。最近宅配専用の R1 取り始めたけど、市販のやつより何かが多いらしいよ。待って、何かって何？怖いんだけど何が多いの？え、しかもさ、何それ、なんで、え、なんで宅配のやつと市販のやつで何で中身の成分が違うの？え、それ怖くない？普通に。そうなの？
私は R1 でいいや。マジで R1 に貢献めっちゃしてると思う。基本的には美味しいもの美味しく食べたいですね。いやもうそれはそう、マジでそれはそう、ほんとそう。ピルクル400を3本飲めば1200だ。だってお腹壊さない、そんな飲んで大丈夫なもん。てかチャポンチャポンじゃん。チャポンチャポンだし絶対めちゃかかるでしょ費用。コーラなら毎日飲んでる。マジ？私炭酸系あんま飲まないんだよな。飲めないんですよ炭酸系。うーってこない、うーってならない喉が。そうあんま飲まない。たまになんかやっぱ飲みたいなって思って買うこともあるんですけど、私はもう基本普通のジュースですね。今はパイナップル味のカルピスを飲んでます、毎日。その前は桃のカルピスを飲めました、全部一人で。妹にも飲ませてあげようと思ったんですけど、なかなか妹が飲まなかったので、気づけば全部なくなってましたね。私が全部飲んだんですけど、めっちゃ早いんですよ消費。ヨーグルトか、毎日食べてるのすごいね。うちさヨーグルトね食べてる時もあるんだけどさ、やっぱ飽きることが多いんですよね。飽きることが、だから飲むヨーグルトの方が好きですね。それこそ R1 とかそっち系じゃん、乳酸的な。そう R1 もさ、そのヨーグルトタイプもあるけど、私はドリンクタイプが好きです。胃もたれ塞げるの炭酸で、すげえな炭酸って。あよし、じゃあちょっと一旦ランキング読みます。13位ババちゃん2世さん、12位春太郎さん、11位ジェリーさん、10位光の百々さん、9位土井さん、8位岡山さん、7位のりんさん、6位ふふさん、5位もとちゃん、4位近しさん、3位これなんて読むん、エンスさん、ちょっと読めないんだけど、英語も読めなければ漢字も読めないんだが、一言狩り行こうぜだって。エイトさん、エイスさん、ちゃうな、なんやろ読めへん、誰か教えて。2位シンドさん、そして今日の第1位はメタルポリスさんです。イエーイ、ありがとうございます。はい、というわけで、次が英語は8って書いてるだって。あ8だって、合ってた。次はですね、いつでしたっけね、私23時とかだった気がするな、違うっけな。23時です、23時です。また1時間半後ですね。じゃあ皆さん、また1時間半後にお会いしましょう。私はお風呂に入ります、急いでお風呂に入ります。じゃあ皆さんも次のゆりなちゃんは風呂上がりなんで、よろしく。それじゃあまたね、バイビー。